どうも、わたです、今回はですね、こちらバルミューダのバルミューダザスピーカーの紹介ですね。こちらはですね、僕自身プレゼントでもらったものなんですけど、2020年6月末にね発売された製品で、一応Bluetooth と AUX 端子の、スピーカーになりますね。ちょっと開けていきましょう。これ見てください。良い時間をお過ごしくださいってね、はい、過ごさせていただきます。で、これが説明書とクイックスタートガイドみたいな感じですね。で、この説明書の中にですね、保証書の欄がありました。で、これが、充電用のケーブルですね。1メートルのケーブルですね。で、中を開けると、この筒みたいな袋に入ったねものなんですけど、円柱状のねスピーカーになってて、中にね3基の LED ライトが配置してあります。でね、この特徴としては、上部に直径 7.7 センチのフルレンジのスピーカーがあって、360度全方向にね音が広がるっていう仕組みみたいです。で、底面にはですね3つ滑り止め用のソールがついてますね。で、背面にはですねスイッチ類があって、左から電源スイッチ、ボリューム、ライトの設定ボタンですね。で、ライトの設定ボタンの横にはですね、充電用に差し込む、これがね USB Type-C になりますね。で、電源スイッチの横にはですね AUX の端子なんですけど、 3.5 ミリのステレオジャックになってますね。で、本体はですね円柱状になっていて、中に3基の LED ユニットが配置されてます。3ピースバンドをねイメージして作ったっていうことみたいなんですけど、あと光のパターンですね、これが3つあって、1つが音に合わせてダイナミックにこう光るビートっていうものと、あとはね温かい感じで、合わせて光るアンビエントですね。で、最後はその音楽とはね連動せずに静かに光るキャンドルっていう3パターンがあるので、それぞれちょっと光り方をね見ていきたいと思います。はい、じゃあね、次に Bluetooth の設定方法なんですけど、まず背面のね、このライトボタンを2秒間長押しします。するとピコピコ音がするんで、あとはね、スマホの Bluetooth をオンにして、バルミューダ見つけてタップすると、接続完了音が鳴って完了ですね。まあ、すごい簡単ですね。どうでしたでしょうか。まあ、革新的なねデザインが結構有名なバルミューダさんの製品なんですけど、他にもね、いろんな家電製品発売してますよね。で、まあ、唯一ね欠点を挙げるとすれば、まあ挙げるとすればですけど、まあ、環境によるかもしれないんですけど、若干再生デバイスとのねラグを感じたんで、もしかすると映画とか、見てると若干音声のズレを感じる場面があるかもしれません。ただ、音はね本当に抜群にいいですし、音楽と光の方はね完全にシンクロしてるんで、まあ、今までいない光と音を感じるっていう体験がね新鮮ですね。で、今現在ですね、このスピーカー7月に予約受付が再開するみたいなんで、もしね気になる方いたら、ぜひね概要欄にリンクも貼っておくのでチェックしてみてはどうでしょうか。日頃はね、まあゲームデバイスとかのレビューが多いんですが、もしこの動画が良かったら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では